牙で大地を持ち上げ、ヒラニアアクシャを倒すバラー派。インド、西ベンガル州、サーソウルラジバリの真中製の戦車に乗ったバラー派のアバターバラー派は、ヒンドゥー教におけるイノシシの姿をしたビシュヌ人の第三のアバターらである。大地を海の底へ沈めた恐ろしきダイティア族の王、ヒラニアアクシャを打ち破るために使わされ、千年にも及ぶ戦いの末、勝利を収める。 バラーハは純粋なイノシシ、もしくは基人化され、イノシシの頭を持つ男の姿で描かれた。後にそれは四本の腕を持ち、二本で車輪とホラガイ、残りの手で矛、剣あるいはレンを持ち、あるいは祈りの姿勢を取る姿で描写された。大地はイノシシの牙の間に握られていた。このアバターラは、プラライからの蘇生及び新しいカルパの確立を象徴し、それゆえ、 創造神話を構成すると考えられる。バラーハ・プラーナはバラーハ自身が語りを行う、叙術形式のプラーナである。タミルナード州にスリマシュナムの名で知られる非常に古い寺院があり、ティルパティとバードリナートと同様のスバヤンブームルッティであると思われる。ありがとうございます。